疲れ様でした。今回はですね、神田明神についてお話ししました。神社のお話しするのっていいですね。すごい神そうなんですけど、勉強になります。私、神様とか、仏様とか結構好きなので、このシリーズ続けていきたいと思います。ちょこっとトークはですね、福島に行った話をしました。そして私、5月の末に福岡行ってきます。一人旅です。それも次回お届けできたらと思います。楽しみに。バイバイ。